スノーマン、渡辺翔太向井浩二鍋小路の相性の良さが際立つ企画でトレンド入り、ソレスの10月25日放送の、ソレスノーマンにやらせてください。毎週金曜夜8時から8時54分。TBSK スペシャルは夜8時から9時59分では、渡辺翔太が、不老不死の食材を探す企画の第3弾を放送。向井浩二マットと共にタイで、渡辺自身。 その過酷さを過去一と振り返ったロケを行い、エイクス、旧ツイッターでもトレンド入りをするなど、視聴者の関心を集めた。渡辺、これはバラエティなのか、ドキュメントなのか、スノーマン一の美容男子渡辺が、最強の美を求めて、不老不死の食材探しをする、渡辺翔太×不老不死企画の第三弾。今回は、美容大国とも言われるタイを、美容仲間のマットと、 実は隠れ美容マニアだという向井と共に訪問。美容に良いとされる食材探しを行った。渡辺と向井がロケを振り返るコメントを挟みながら、VTR を放送。冒頭、渡辺は、きつさとか、過去一だったかなと述べ、本当に笑えなかったと解雇。これはバラエティなのか、ドキュメントなのかと語った。もともと渡辺と向井はタイで行われた、バンコク、 日本博2024に、ソレスノーマンにやらせてくださいがタイで話題となったことで特別賞を授与され、受賞式に参加していた。そのステージを降りたところを、マットが出迎えるという形でロケが行われることを知らされることに。突然、目の前に現れたマットに向かいは動揺しながらも、何のカメラ。なんでおるん。整理させて、と言葉を発する。一方、渡辺は状況を把握できずに無言。 スタッフから、不老不死の企画だと告げられると、俺の企画じゃんと不満を漏らしつつもロケに向かった。